はい、どうも皆さん、番組こんにちは、いすけです。ということで、今回もハーベステラやっていきたいと思います。ということで、今ね、こちら、はい、奇跡の聖堂っていうのかな。はい。冬のシーズライトのところ来てるんですけど、まあ、多分そろそろボスだと思いますんで、ボスに挑んでいきたいと思います。で、使っていく武器たちはね、これですね、アベンジャーピルグリムメカニックとなっております。で、このピルグリムっていうのが、このシュリカっていうこの冬のところ、冬のシーズライトのところで仲間になる、まあ、1人目がブラッカーで、アベンジャー銃みたいなの使うんですけど、このシュリカっていうのが、なんていうかな、魔法剣みたいなのを使うんですけど、これがクソ強い。今までの武器の中で一番強いですね。はい、まあ、やってる人はわかると思いますけど、まあ、雑魚敵排除に対してかなり楽なんです。範囲も広いし、火力も出るし、手数が多いから火力が出るって感じなんですけど、はい。とりあえずこれがあれば、まあ余裕で勝てそうな気がしますんで、まあでもボスにはね、ギミックがあると思うんで、それを見抜いていきつつ倒していかないといけないと思うので、まあそこら辺ですね。まあ、とりあえず行きましょう。さあ、ということで、ここから先、冬のシーズライトのボスが出てくると思います。初見なんですけど、まあ勝てると思いますんで、行きましょう。うわー、出た、こいつがシーズライトのボス。冬のなんて名前、キルケゴールでいいのか。キルケゴールを飛びましょう。よーし、さあさあ倒すぞ。VS キルケゴール。まあ、これ効果抜群っぽいね。これがプルトガン、新しく覚えた技、ルインオブマナー、かっこいい。で、この飲み物、この飲み物を飲むと、スキルの回復が早くなるんで、うわ広い、あいだだだだだだ、遅くなっちゃうんだね。なんかいるし、この花消して、でセファサラクス回転で、ちょっと変えるか。よし、敵の防御力を下げて、どんどんどんで、銃に変えて、こいつ、あ、食らってるね。タクティカルファイヤー、フォローポイントからの、こっちに変えて、ルインオブマナー、結構効いてるんじゃない。はいはいはい、飲んで、大丈夫だよね。オッケーオッケー。誰か魔法はいけないか。フォローポイント、あ、ちょっと待って、あ、よかった、ダウンしてるね。必殺してたな、こいつ。危ねえ、気づかなかった。離れて、オッケー、飲み物変えて、スタミナがなくなっちゃったね。 OK、 まず雑魚倒して、でこれで全体的に処理ができれば、一旦離れて、あともうちょいだね。さあ、ルインオブマナ、いいぞー。で、変えて、フォローポイントダウン、タクティカルファイヤー、で、スクリュードライブ、いけ、よしよしよし、飯食って、いけ、オーケー、
よかった。このボスはあれだね、必殺技しようとしたらこいつにダメージを蓄積させれば解除できるっていうやつでしたね。よかった。周りの敵倒すとかだったらやられてましたね。